はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第301回でございます。先週ねちょっとお休みいただいてしまって申し訳ありませんでした。あと300回記念ね、いろいろちょっと意見はありましたが、まあ一部の方に楽しんでいただけたようだったので良かったかなと思います。今回からねまた日常というか通常モードに戻りますが、で今回のテーマがタイムマシーンに乗って未来を見たいですかというテーマです。で、まあ、まずその問いかけですよね。ドラえもんの道具で、まあ、タイムマシーンってあるじゃないですか。まあ、ドラえもんの道具に限定しなくてもいいですけど、まあ、未来とか過去に行けるわけですよ。で皆さん未来の自分って見てみたいですか？これ何かの本でねその問いかけがあったんですよ。あれかな、未来と過去だったらどっちに行きたいですかっていう質問だったかもしれないんですけど、でその時に自分は思ったんですよね。未来の自分を見たくないと。これはね今でも変わらないんです。その時とかも変わってなくて、でまあそんなテーマでね今回話していくんですが、あそう、本題に入る前に多分今日のコミュニティにも流してると思うんですけど、昨日ですね私の LINE スタンプが完成いたしまして発売が始まりました。一応この動画のね概要欄とかコメント欄にもリンク貼っておきますので、よかったらちょっとチェックしてみてください。で、まあ、見てもらってね、あちょっと使ってみたいなと思った方は若干ちょっとお金かかってしまうんですけど、ぜひぜひ使っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。まあ、今年のね2019年の目標だったので嬉しいです。本当に嬉しいちょっとね時間かかっちゃいましたけど、まあ、大好きなイラストレーターさんに書いてもらって、まあ、本当にいっぱい話し合ってね作ったので、めちゃくちゃ愛着があるからさ、よかったら可愛がってください。でね、まあ、ちょっと話を戻しますと、今回ですねそのこの前新聞の取材をねしてもらって、で家でこう取材を受けてたわけですよ。で、まあ、もちろんありがたいことに今年ねすごいこう取材を受けることが多くていろんな質問いただくじゃん。でその中でこの今後の展望ってどう考えてるんですかって質問ってやっぱよくいただくのね。これからハイチとしてどうなっていきたいですかみたいな。でこの前ふと、まあ、その質問をいただいた時にあれって思ったんだよね。俺自分自身ってどうなりたいんだろうって。っていうのももともとその YouTube を始めた頃っていうのはあったの、こうなりたいっていう。で、まあ、今年、まあ、去年から今年にかけて結構その状態になりつつある。その当時思ってた 100% まではいけてないんだけど結構なパーセンテージのとこを来てるんだよね。で今自分の中ではとにかく YouTube で勉強ができるっていうこと、ハイチのこういうとある男が授業をしてみたっていうチャンネルがあるよじゃないんだよね。本当 YouTube で勉強ができるんだぞっていうことをとにかく認知してもらう、知ってもらうっていうのがもう自分のミッションなんだよね。もうめちゃくちゃそこに今特化していて自分の中では。だから極端なことを言うと、まあ数年後にさ今よりねめちゃくちゃ YouTube で勉強するっていう選択肢が日常になっていて、で自分がよく言うこう学校とかってさ、まあ友達同士とか親同士とかがさ、お前どこの塾行ってんのとか、なんとかのさ、なんとかくんの、お母さん同士でね、お子さんどこの塾行ってるのみたいな、そうっていう会話普通じゃん、あるんだ、普通にあるんだけど、それと同じようにお前誰の動画で勉強してんのみたいなとか、なんとかさんの理科の動画いいらしいわよみたいなのが当たり前の会話になってるよ。そこまで浸透させるっていうのが俺の夢なんだけど、まあ、目標なんだけどね。でそうなった時に自分のこのチャンネルが必要とされてなくてもまあまあまあ、まあいいんじゃないかな、いいんじゃないかなっていうか、まあ、そこにはさそうならない自信があるというか、そうならないように努力をできるという自信があるからそう言ってるのももちろんあるんだけど、でもそれでもいいっていう。その頃にはさ、まあそれが本当1、2年後だったらもちろん自分そんな年取ってないけど、10年20年かかった場合はさ俺もう54とかだから、20年経ったら。そうだから、まあ、もちろんね YouTube で配信で YouTube 時代があるかわからないけど、何やってるかわかんないけどさ、
そう、出会った時に、ああ、自分のライフプランというか、ってなんだろうなって思ったんだよね。まあ、これを聞いてくださってるのは、まあ、学生の方もいれば、まあ、あと社会人の方とか主婦の方とかもね、いらっしゃると思うんですけど、まあ、年齢を重ねるにつれて、こう、どうなんだろう。普通は多分考えるんだよね。ライフプランを。だから他の YouTuber の方とか話聞くとさ、すごくこう計算されていて、自分をこういうふうにステージアップしていくみたいなね、のあるんだけど、あまりないんだよね、そこが。まあ、良くないと思う。良くないと思うんだけど、ただ、そうだな。自分の中では、あまりそこにこう、ガツガツしていたくないっていうか、ただただ自分がやりたい教育っていうのが、好きにできていたらいいなって。それで、まあ、その時の、そのと、その当時、そのとこ、そこにいる子供たちにとって何か有益なものを与えられる存在でいられたらなっていうのはすごくあって、だからいいじゃんって思ってる自分がいるの、どっかに。別にライフプラン、別に無計画ではないんだわ。ちゃんとある程度計画を立ててはいるんだけど、じゃあがっつり決めてるかっていうと、そうではなくて、ただ、そう、ただが多い今日。がっつり決めすぎると息苦しくなってしまうんよね。なんかこうじゃなきゃいけないっていうのはものすごく自分にとってはストレスで、だからそうじゃなくてもいいよって、俺自身にね、いいぞいいぞ大丈夫だっていうふうに言ってる自分と、まあ、YouTuber になって特にさ、先行きどうなるかなんてわからないし、特に自分はめちゃくちゃ何かにこう特化してる才能があるわけじゃないから、ね、まあ言ってしまえば替えが利くというか、潰しが利くと思うんだよね。そう。だからさ、余計にいいのかお前これでって思うところもあるんだけど、そんなことをいろいろ考えたりしてて、この2週間ぐらいその時間がすごく長くてね。そう。で、まあ、せっかくだし、このダラダラジオっていうのは、俺にとっては一番自由でいい場所というか、このチャンネルの中ではね、自分語りもしていいし、こうやって悩みを吐き出してもいいしって決めてるのね。多分、ダラダラジオを聞いてくださってる皆様は、多分それを許してくださる皆様だと思ってて、じゃあ、悩んでるから、もう悩んでるつらーいで終わるわけじゃないしね。もちろんそっから、こう考えて、じゃあこう思うからこうやってみるみたいな。それが失敗も成功もあると思うんだけど、まあ、そんなことを、まあ、話していけたらなと思って。まあ、今回は今さ、悩んでる段階だから、こういう成果がありましたっていう報告はできないんだけど、まあ、みんなにとっても何か考えるきっかけになったらいいのかなと思ってね、喋らせてもらいました。ちょっと冒頭に戻るけど、どう？みんなタイムマシーン乗って未来とか見てみたい？自分の。なんだろう？なんで見たくないんだろう？あれかな？決まるからか。決まるからかな。まあ未来なんて変えれるっしょって思ってるとこもあるんだけど、だってこうなるって答えが分かったらつまんないよね。俺はね。そう、と思ってさ。どうなってんだろうね、俺は。もともと塾講師やってる時に、まあ、子供たちとリアルに接してたじゃんか。まあみんなさ、やっぱ中高生、まあ、小中高生教えてたんだけど、まあ、特に中高生は悩んでる時期だから、すごくこう、自分の存在の意味がわからなかったりとか、なんで生きてるのかなとか、私が死んでもいいですよねとかさ、言う子もいたんだけど、でも俺にしてみたらさ、その悩んでる姿も超キラキラしてるんだよね。まあ自分もすごいそれ悩んでたからっていうのはあるかもしれないんだけど、その悩んだ先に、この子がどういう成長をしていくのか、どういう道を歩んでいくのかっていうのが楽しみで、自分の中でもうキラキラしてんの。だからみんなもそうだよ。俺からしたらね、みんなキラキラしてる。間違いなくね。まあネット越しだから見てねえじゃんと言われたらそれまでだけどさ。でもまあ自分は、あんまさ、もう34だからとかさ、こう、まあ確かにね、年取るとさ、できないことは分かってくるんだわ。そう、天井が見えるというか、まあ、分かることもあるんだけど、でも別にそれが限界だとは思ってないので、限界なんで超えてしまえばいいだけの話だからね。そう。だからまあそんなにこう老け込んだ感じはしないけど、でもどうなってんだろうなっていうのはやっぱ思うよ。すごくね。どうなってると思う？ みんなに聞いちゃったけど。まあでも何年経っても自分がやりたい教育やってたいね。そう。それが誰かにとってはこう不快な教育だとしても。
それで誰かが救われるんであれば、子供たちがね、とは思ってます。はい、ということです。ちょっと今回はね、完全に自分語りだったんですけど、っていう感じでまあこの悩みがいつかどっかのダラダラジオで、ね、すっきりしたというか、ある程度のあの時悩んでよかったねっていう感じでね、まあ、伝えられたらまたいいなとは思いますが、はい、お付き合いいただきありがとうございました。ではですね、ちょっと報告というか、今日言葉が出てこねえな、なんだ、業務連絡だわ。そう、業務連絡があって、あの年末にさ、毎年ちょっとおふざけ動画を撮ってたんですよ。あとリンク貼り忘れてなかったら貼っときましょうか。去年確か踊ってみたとかね、ちょっとモノマネとかしたんですけど、ちょっと見てくださいよかったら。それ1年に1回年末にやるって決めていて、で今年も制作が決まってですね、まあ、一応もう作ってるんですけど今で、去年とだいぶ色が違います、やってることが。はい、おふざけ、まあ、おふざけの面も若干は入ってはいるんですが、特に学生の皆さんの一部の方にはね、ちょっと喜んでいただけるんではないかっていう、で自分の中ではすごくすごく頑張って、まあ、制作してる動画なので、ぜひちょっと楽しみにしていただいて、おそらく本当に年末ですね、年越すちょっと前ぐらいに投稿できると思います。はい、あともう一個、ですね、明日月曜日ですね、私、まあ、皆さんご存知の方もいると思うんですけど、案件っていう動画をやったことがなくてですね、企業さん のチャンネルコラボはしたことあるんですけど、企業案件っていうのを実は今まで全部断ってたんですよ。そう、断ってたっていう、この過去形にした時点でね、若干わかると思うんですが、明日初めての企業案件の動画を撮ってきます。それはちょっとどこっていうのは言え、まあ、絶対皆さんが知ってる会社です。はい、のコラボで、でなんで企業案件をしたのかっていうのは、案件動画が投稿されてからまた喋ろうと思います、そのタイミングで。でもぜひですね、案件な嫌いな方もいると思うんですよ。自分もあんま好きじゃないんで、好きじゃないんですけど、自分の中ではその商品が本当にいいと思ったもので、しかも自分がやりたいっていう形で、させてもらえるんであればっていうのがまさか通ってしまって、今回だから本当に自分のチャンネルらしい、企業案件になってるって思ってます。まだ通ってないですけどね。そう、まあ、台本とかもう決まってるので、はい、なので明日撮ってきます。で投稿は、これも年末になるんですが、ちょっと初めての企業案件、皆さんのリアクション非常にちょっとね、ドキドキしてるところはあるんですけど、そういうのもやるんだっていうのもちょっと頭の片隅に置いといてください。はい、という感じでございました。ちょっとね、今回長くなってしまったんですが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ではまたね、来週、今年度もね、あとちょっとですから、また来週ね、何か喋りますので、よかったらまたお付き合いください。では今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。